デイビッド・トッドはアメリカ合衆国の政治家。第25代オハイオ州知事を務め、南北戦争では強いリーダーシップを発揮した。1805年2月21日、トッドはオハイオ州ヤングスタウンにおいて誕生した。トッドは、ジオーガ軍のバートンアカデミーで教育を受け、続いて、ウォレンで法律を学んだ。トッドはウォレンで郵便局長を経た後、 1827年にオハイオ州で弁護士として認可を受けた。トッドは魔法ニングバレーで主に石炭産業や鉄工業の案件を扱い財産を築いた。トッドはクリーブランド魔法ニング鉄道の社長となり知名度を上げた。トッドは1843年と1845年に民主党候補としてオハイオ州知事選挙に立候補したが、 共に敗北した。トッドは選挙運動において、国宝銀行の制度を強く否定する主張を行った。1847年、トッドは、ジェームズ・ポーク大統領から中ブラジル行使に指名され、1851年まで、リオデジャネイロに駐在した。かつては、民主党の強い支持者であったが、南北戦争が開戦すると、共和党とオハイオ州の戦争派民主党員を軸と、 する、新北同盟に加わった。トットは1861年の州知事選挙で勝利を収め、知事職を1862年から1864年まで一気二年、務めた。州知事としてトットは、兵士を募集して、州の軍隊を整備しなければならないという難題に直面した。トットはこれを推し進めたが、州民の反感を買い、 兵士の友というあだ名をつけられた。トッドはこれに対して連邦政府による徴兵であったと主張した。トッドは陸軍長官エドウィン・スタントンに対して次のような手紙を当てた。州知事時代のトッドトッドは南北戦争中州の治安維持に尽力した。1863年7月12日から7月26日にかけて 南軍の順将ジョン・ハント・モーガンが騎兵隊を率いて侵攻してきた際は市民軍を急遽召集し対応に当たらせた。またトッドは南軍の侵攻により破壊、没収された州民の財産を保障するための手配を整えた。歴史家リチャード・アボットは州知事としてのトッドについて頑固な民主党員、粗暴な新聞記者、未熟な冒頭、 神妙な秘密結社を相手に戦っていたと述べた。戦時中、民主党員、エドソン・ウォールズはトッドを誘拐容疑で訴追し、トッドは拘束を受けた。だが、オハイオ州最高裁判所は直ちに人身、保護令状を発行し、トッドは救済された。トッドは、連邦政府軍に対して、エドソン・ウォールズや、クレメント・バランディガムラ、コッパーヘッドの指導者を逮捕するよう持ちかけた。 1862年、トッドはペンシルベニア州アルトゥーナで開催された戦争知事会議に出席した。トッドはエイブラハムリンカーン大統領の奴隷解放宣言や戦争に対する合衆国の取り組みを支持した。トッドは1863年の州知事選挙において新北同盟からの再指名を受けることができなかった。トッドと指名を争った。 戦争派民主党員、ジョン・ブラフはハンドレーの色を強く打ち出し、州民からの評判も高かった。そのためトッドは、1863年の州知事選挙には出馬せず、一期二年の任期を満了した。その後、リンカーン大統領はトッドに対して財務長官のポストを提示した。リンカーン大統領は側近に対して、彼は友人だ。彼の頭の中は、 知識で満ち溢れている、彼は、良い知事生活を送り、恵まれた幸運を備えていたと述べた。だがトッドは、自身はもはや急進派の共和党員などではないと考え、また体も大きく衰えてきたことを理由とし、就任要請を辞退した。そして1868年11月13日、トッドは、妻と7人の子供を残し、 卒中により63歳で死去した。オハイオ州の歴史家、デルマートレスターは、トットについて次のように述べている。ありがとうございます。